大阪アジアン映画祭は大阪市で毎年3月に開催されるアジア映画またはアジアに関連する映画を上映する映画祭である2005年日韓国交正常化40周年を記念して韓国エンタテインメント映画祭2005イン大阪が開催される2006年から大阪アジアン映画祭2006と名称が変更され 出品作の制作国が韓国のほか香港、中国、日本など、東アジアに拡大。2007年には、マレーシア、タイと南アジアまで拡大する。2009年より、テルオカはじめさんが、プログラミングディレクターに就任。大阪発、日本全国、そしてアジアへ、をテーマに、日本発上映作品や、 新人監督の発掘に力を入れるようになる。開催時期、メイン会場を変え、大阪シネマフェスティバルも同時開催される。また、観客賞が新設される。2011年コンペティション部門、及びグランプリ、来るべき才能賞、ABC 賞が新設される。当初からシネアスとオーガニゼーション、大阪女性作品とアジアの新進監督の上映。 交流を行うアジアンミーティング大阪を開催してきたが、2012年にシネアスト・と、オーガニゼーション、大阪事業が統合され、インディフォーラム部門となる。同時に主催者名も、大阪アジアン映画祭実行委員会から、大阪映像文化振興事業実行委員会に変更される。2015年役し新受賞が新設される。2016年に、インディペンデント映画に焦点を当てた。 インディフォーラム部門で上映される日本映画を対象に米国ニューヨーク市のジャパンソサイティがエキサイティングかつ独創性にあふれると評価した作品に授与するジャパンカッツアワードを新設2018年に60分未満の作品のうち日本初上映の作品を対象に最も高い評価を得た作品に授与される吉泉短編賞が吉泉文化財団により新設される 2020年、観客に新しい発見を提示する部門として、特別中止部門が新設される。新型コロナウイルス感染症拡大防止に伴う対応として、舞台挨拶などのイベントは中止となったが、劇場での上映は行われる。2021年、劇場での上映に加え、過去上映作品7作品と台湾クラシック2作品のオンライン上映。 大阪アジアンオンライン座を期間限定で開設。劇場上映では、クロージング上映を除き舞台挨拶などのイベントは行われなかった。第8回の会場となった、梅田ブルク72009年から2014年まで、DHL ジャパンが映画祭の物流面での支援を行っていた。ありがとうございます。